ハウディ、バーチャルトラベラーセラです。皆さん、未知の食べ物と出会えるってとても素敵なことだと思いませんか？私は思います。というわけで今日はここレストラン白菜マタタに行ってみようと思います。ここはどうやらアフリカ料理が食べられる店らしいんですよね。ワクワクします。行ってみましょう。はい、なんだっけ、ここ白菜マタタなんちゃらアフリカ料理のお店に来てみました。メニューがいっぱい、メニュー 1,2,3 とあって、メニュー1が丼物チャカラカ、トマト、ペパロニ、ハリなんちゃら、トマト、チャカラカ、トマト、スイートペッパー、with beans and ケチャップって書いてあるね。で、ヤサチキン、チキン with オリーブ&オニオンソースのどっちかですね。メニュー2の方はフライ系だね。メニュー2がフライ系で、ちょっとよくわかんないフライ系ですね。でメニュー3が、プルドビーフサンドイッチって書いてあるけど、見た目からしてこれはタコスもしくはブリトーみたいな感じかな。はい、チキンのなんだヤサチキンとかいうのがちょっと美味しそうに感じてるので、それ注文してみたいと思います。Bonjour. Hello. Hello. This one, Yasa chicken. Yasa chicken. Yes. And the drink, please. Drink, cherry coke. Cherry coke. Okay. It's over. It's 15 euro. Yes. Yes. Okay. Just over there. Yes. スーベニアがあるよね、パリ。きた、ヤサチキンとチェリーコーク15ユーロ。15ユーロ2000円クラスだぜ。なんか随分バタバタしてるようだけど大丈夫かな。D100 のカップなんだよな、カップが D100 な。パリの30周年のとかだったら買おうかなと思ったけど D100 か。Thank you. Thank you. Entree? 来ました来ました。はい、飛び越えて来ちゃった。前のお客さん飛び越えて来ちゃった、申し訳ない。順番前後いたしますだね。お、向こうの壁際が空いてんじゃん、空いてんじゃん。さあ、というわけでございまして、チェリーコークとヤサチキン、一個も知らないメニューだな。初めて食べます。いただきます。まずはチェリーコーク。あー、染み渡るチェリーコークだわ。本当にチェリーコークか。味、口がおかしくなってる、うん、まずはこのソースからいただいてみようかな。何味か一個も分かんないけど、いただきます。
ちょっと酸味があって、うん、でも日本人の口にも違和感なく合う。何の味だろう。レモン的な酸味、それとクリーミーな甘さ、うん、非常に美味しいですね。でチキンなんだけど、あ、皮が外れちゃった。いただきます。あ、いいチキンだわ、これうまいわ。うん、ライスの感じがちょっと固めなライスって感じで、日本の、炊飯器で炊くような柔らかいお米にはなってないんですけど、でもそれがこのなんか野菜チキンですか、野菜チキンの感じと合わさることによって、あ、骨がある、うん、このなんだろうね、野菜と果物の酸味を上手に生かしたソースと合わせて食べることによって、このライスじゃなきゃダメって感じになってる。うまい、うん、これうまいな。日本でもこれ出たら多分普通にウケると思う。それぐらい日本人の口に合う、ガンガン食えるね、ガシガシ食えるタイプのご飯です、うん、美味しゅうございます。なんだろうね、フランス旅行していてさ、フランス料理ばっかりでフランス料理にちょっと飽きちゃったって思った方はぜひこの白生タタレストラン来ていただけるとね、うん、日本食とは言わないまでも、まあ、ちょっとねジャンキーな感じの丼飯にありつけます。うまいです。うん、ここ一押しだね。まあ正直少しね、あのお値段は しますけど、でも外のマクドナルドとかと大体同じぐらいの値段感覚なので、まあフランス旅行はこんなもんだと思うしかないですね。それにしても超うまいわ、マックより全然うまい。でそれをチェリーコークで流し込む。あー最高。うん、チェリーコークの味っていうのはどういうのかっていうと、コーラ、基本はコーラの、ダイエットじゃないやつ、フル赤いコーラね、基本は赤いコーラなんだけど、それにほんのりとサクランボ、チェリーのフレーバーが入ってて、うん、飲み口はコカ・コーラのフルのコカ・コーラなんだけど、鼻に抜ける香りがサクランボ、チェリーがするので、すごく美味しいです。うん、飲んだことないよとか初めて飲むんですけどみたいな人はね、ぜひ飲んでみてほしいですね。びっくりすると思います。アメリカとかだとよくあるんだけど、あのアメリカで飲んだチェリーコークよりもこのパリのチェリーコークの方がなんかちょっと美味しい気がする。これ私の主観でしかないんだけどね、うん、なんそんな気がします。うん、ハウツー。いやしかしこのヤサチキンってやつすげえ美味しいね。日本でも食べられないかな、どっかヤサチキンね、アフリカ料理売ってるところあったら見てみようかな。うん、めちゃくちゃうまい。うんうんうん、見た目はちょっとあれだけどね、うん、日本料理みたいに見た目は美しくないですけど、うん、うん、すごく美味しいです。いやうまかった、エサチキン完食です。ありがとうございました、ごちそうさまでした。うん、で食べながら思ったことなんですけど、なんかこう酸味のあるクリーミーなソースっていう表現をしましたが、その酸味の正体何なのかなって食べながら考えたんですね。で思ったのは、ラタトゥイユに近い味わい、その酸味のジャンルっていうのが、だからトマトとか、うん、そっち系なのかな。でも色はついてないから、もしかしたらレモン系なのかもしれないけど、うん、そんな感じのトマト系レモン系の酸味、うん、お野菜の酸味って感じだね。
いや非常に美味しかったです、もしまたパリに来ることがあったらこれはリピートしますね、それぐらいめちゃくちゃ美味しかったです。いやごちそうさまでした、さあじゃあ今度は何食べようかな。またいつか見てください、いつでも待ってるから、チャンネル登録と高評価をして、またいつか会いましょう、またいつか会いましょう、またねー。